こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、エストニアの e レジデンスカードですね。この登録方法です。これを作ると、エストニアに、法人が作れる。エストニアの銀行口座も作れる。しかも、エストニアに行く必要はないということなんでね。かなり、アマゾンの、リスクヘッジ、それから eBay なんかを始めるのにも、役立ちます。なんといってもエストニアね。税務申告簡単、さらに、税金は、お金を持ち出さずに、その会社で再投資してればね、税金ゼロという、すごい優遇がありますんでね、おすすめです。もっと、このエストニアカードを、手に入れるわけなんですけど、登録そのものはですね、あまり難しいことはないです。普通に Amazon 輸出やってる方なら、問題なくできるかなという感じですね。で、ただこの登録の時ですね、写真を用意してから申請するとスムーズです。写真がね、通常の写真をスキャナーで読み込むと、スキャナーの性能にもよるんでしょうけど、サイズ不足になることが多いんで、その要求するサイズの写真を用意してから、申告すると、スムーズです。申請ページはこのリンクから飛べます。で、どんな申請ですかと。これね、住所変更とかね、やめますとかね、初めの登録ですとか書いてありますんで、まずは今回初めの登録なんで、ファースト e レジデンスアプリケーションを選択します。そしてここにね、名前と、それから、国籍とか誕生日等を書きます。で、記入してる最中ですね、記入途中だとこのエラーが出るんですけど、びっくりマーク。気にせず、ちゃんと、入力するとこのエラー消えますんで、なんか仕組み的にですね、入力間違いがないようにということで、常に出てるんでしょうけど、ちょっとね、気になったんで、これ、間違いじゃないです。途中まで出てます。で、住所を普通に入れて、で、カードはですね、エストニア大使館で受け取ります。で、日本の場合、東京にありますんでね、東京を選択すると。で、連絡来たらカード取り行くという形ですね。で、入力。このカードはですね、パスポートなんかで、その人に犯罪歴がないか、あるいはね、国籍ちゃんとしてるか、身分ちゃんとしてるか、そういうのをチェックして発行しますんで、身分証明が、結構かっちりしてます。通常はね、パスポートお持ちだと思うんで、パスポートで申請してください。パスポートお持ちじゃない方はですね、またご相談ください。で、身分証明書の詳細を書きます。ね、種類とか。あとね、どこで取った、いつまでですと。で、通常はね、日本で取った場合は、外務省発行の、パスポートという形になりますね。それからデートオブイシュー、発行年月日等々を書きます。で、写真をアップロードして、あとパスポートの、画像をアップロードするんですけど、この写真の基準がですね、横4センチ、縦5センチという通常のパスポートの写真を、アップしてくださいとなってるんですが、このまま4センチ5センチの写真をね、カットして、普通のスキャナーの性能である 300dpi かな。で、スキャンするとこのサイズになりません。だから大きめで撮ってこのサイズにスキャンして縮小するか、何らかの工夫が必要です。また写真のね、用意する方法はわからなければ別でアップします。で、申請理由を書くと。ね、そのまま、普通にアマゾンと eBay で日本の工芸品なんか売ってますと、工芸品なんか売ってます。で、エストニアに法人を作りたいというので申請します。で、こんな形で、書いてみてね、写真のところでちょっとね、写真用意しとかないと、つまずきますけど、それ以外は割と簡単だなという感じなんで、チャレンジしてみてください。で、またわかんないとこあればですね、画面キャプチャーを撮ってお気軽にご質問ください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。